高志君委員長、緑川君、皆様大変午前中から審議お疲れ様でございます。立憲民主国民社法無所属フォーラムの緑川高志です。他の先生方が最初に質問されているように、私からも新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることを受けての政府対応をまずは伺いたいというふうに思います。食や農業への影響が今どこまで続くのか見通せない状況であります。食料輸入も正常ではないですし、外食産業の食材の切り替えがやはりこれ混乱が起きております。インバウンドが激減をして、また外出の控えやイベントの中止でも収益が見込めない業者が出てきている。直売所や観光農園など多方面の経営にも影響が出ております。ものづくり産業をはじめ、テレワークということがそもそもできない仕事というものが多いです。旅客や物流も止めるわけにはいかない。現場の混乱や不安に応えるべくですね、江藤大臣、午前中のご審議で、本当に言葉を選びながらの強い危機意識を持つ、その言葉に私も思いをいたしたい、共感をしたいというふうに思いますし、そのお言葉がある分ですね、今後のリーダーシップというものをしっかりと求めてまいりたいというふうに考えております。で、若干のですね、重複する質問があるかもしれませんが、ご容赦をいただきたいと思います。最初に和牛の畜産化、食肉への影響について伺います。和牛の食肉相場は、これ豚もそうなんですけれども、この5年間で見ますと最も安い水準でこれ推移をしています。今後のこれ和牛のですね、中国輸出の拡大の機運がこれまで高まっていました。また東京オリンピック・パラリンピックでの需要を見込めるということもこれは期待感があり、これまでギリギリのラインでですね、この枝肉の相場というものが維持されていました。しかし昨年の10月からの 10% への消費増税後に家庭消費が落ち込んで、そして鍋物として需要を期待した冬は暖冬によって販売不振になりました。で、今回の新型コロナウイルスの影響では和牛のこの消費の頼みである外食、またインバウンドの消費も減るというこの影響が複合的に重なった形になっています。で、例えばこの価格なんですが、東京食肉市場の和牛枝肉の2月の A4 の平均価格は1キロ当たり2136円、これ前の年に比べたら 15% 安いで、大阪市の食肉市場でも1割安い2224円になっております。で、この一方でですね、この枝肉価格が急下落していることの一方で、これは子牛の価格を見ますと、これ2009年には1頭平均当たり35万円ほどだったこの子牛は、今はおよそ80万円、この10年前の倍以上の価格で高止まりをしています。この現場の畜産家にですね、お話をこの点について聞いたんですけれども、元牛のこの価格が高止まりした状況の中で、この農家がですね、すべて必ずしもこれまで利益を出せるような業界ではなかったと、厳しい世界であったとしても、この自分が育て上げた牛が格付けでこの上位をもらうことによって、その評価をもらうことで、品質のいい肉になり、高い単価がつくと、そういう評価をもらうことで、細いながらもですね、なんとか利益が上げられてきたというのが、この畜産業であったということです。で、それが今の相場では、もう格付けがどんなにですね、上のものを求めて作っても、で、枝重を乗せてもですね、何をしても採算が合わない相場に今この枝肉相場がなってきている。で、この肥育しても出荷してもですね、今のこの枝肉相場では利益を出す出口がいよいよこれ見えなくなってきている。この肥育農家の経営がこれまで以上にですね、かつてない深刻な状況になっている。これ午前中からご答弁を伺っておりますけれども、改めて大臣のご認識を伺いたいと思います。江藤大臣。委員におかれましては、しっかり分析をしていただいていると思っております。危機意識はですね、大変強く持っております。直近のですね、子牛の競り市場の速報はですね、必ず取るようにいたしております。最近でありますとですね、鹿児島、福島、北海道、山口、栃木あたりでですね、競りが行われておりますが、子牛の値段で言いますと、前月比で大体 3% から
8.8% ぐらい安い、そして同年前月比でいきますとですね、同月比でいきますとですね、大体、低いところでも 7%、高いところでは 12% 低いということであります。現在ですね、委員もご承知のとおり、マルキンが8割補填から9割補填になってですね、この点は大変評価をいただいているところでありまして、家族労働費も計算してですね、その分を補填するということでありますから、一定の経営安定対策としての機能は発揮していると思いますが、このマルキンについてもですね、今のところですが、まだ直近はまだ分かりませんけど、すべての県で発動しているわけではありません。ですから、今の価格水準であればですね、採算割れをしている県もあればですね、まだ採算ベースギリギリのところもある。宮崎はまだ発動してないということであります。鹿児島が発動しております。でそれにしてもですね、この下がり方はですね、A4 も A5 もそれから高雑の F1 もですね、去勢も、去勢化と乳幼種についてはそれほど大きな変化はありません。特に乳幼種については変化はありませんが、上位部位ほどですね、価格差が大きい。そして最近の業界の方々と私も綿密に連絡を取らせていただいておりますが、いわゆる卸の方々がですね、特に上級部位についてですね、在庫が溜まってしまっていると。でもう冷蔵庫がいっぱいで買い切らんというような話ももう入り始めています。買い切らんということであればですね、この先の相場もですね、大変厳しいものになるということも、容易に想像されることでありまして、これについてどうするかということについては昨日の対策本部でもですね、かなり熱を帯びた議論をさせていただきました。議事録を出せということでありますから、その時に私が何言ったかいずれ明らかになると思いますけれども、私も何かせないかんという気持ちを強くこのことについては持っております。しかし農林水産省の予算単体でですね、背負い切れるような話では多分ないというふうに思われますので、これから財務当局ともですね、私も今汗を流させていただいておりますけれども、これから、私はその24万6千円を出して増等したい、生産基盤を強化したい、そして外に打って出たいという中にあってですね、今生産農家の方々の意欲を折るようなことがあってはならないと強い意識を持ってですね、対策については検討させていただきたいと考えております。緑川君。やはり大臣おっしゃったように地域によって、その価格の下落にはばらつきがありますけれども、これがすぐに回復するかというとやはり今はそうでない、下がり続けるところもこれから出てくるかもしれない。そして肥育農家にとってのこの今後のですね、見通しというのがやはり見通せないところが非常に今影を落としているところであるというふうに思います。で例えばある地域ではですね、子牛が80万円台の時に、この買ってですね、そこから20ヶ月あるいは2年近くこれ肥育して育てて出荷をしたとしてもですね、このコストが回収できないというところがこれあります。で肥育業というのは多くのところ聞くところによると、農協の預託金を使って、預託事業を使って元牛を購入して、で出荷して購入代金を売れた時にですね、生産するわけですけれども、その際にこれ利益が残るどころか、さらにこれ農協に対してですね、お金を積んで元押し代とその利息分を支払うというケースが、これからですね、この価格が不透明なとき、見通せない以上はですね、どんどんこうしたケースがやはり出てくるんじゃないかということを懸念しております。で生産現場は大臣マルキンのお話、まだ全国的に発動といってもやってないところがあるという話がありますけれども、この TPP が発行してですね、で日米貿易協定も発行し、大型のこの貿易協定の中で牛肉の輸入が増えていく過程の中で、この国内の枝肉の価格がこれ低下するような傾向になっていくのであればですね、マルキンでこれ補填する率は高めたとしても、これ額自体は下がり続けることになります。でこれではですね、やはり経営は今のマルキン制度の限界ありますし、省庁横断的な対応というふうにおっしゃいますけれども、本当にですね、目の前のこの経営の状況に対しての対応というのが今の体制だと厳しいんじゃないでしょうか。大臣いかがでしょうか。大臣、おっしゃる通りだと思いますが、9割補填の上は正直言ってない。ここはもう限界であります。10割補填はないんでですね、家族労働費も見ているということはご承知おきだと思いますけれども、その点もご理解いただきたいと思います。利用できる制度としてはですね、無担保無保証人で利用できる、いわゆる農林漁業のセーフティーネット資金がございます。これは 0.1 です。金利は
して据え置きがですね3年ございますので、こういうものの利用もですねしていただきたいと思います。しかしこれで十分だというふうに私自身は思っておりません。省庁横断的にやるというふうなことを言っているつもりはなくてですね、これはあくまでも農林水産省として取り組むべき課題だと思っておりますので、私の能力の限界もありですね、今ここで答えられることはここまでですけれども、これから先の対策についてもですね鋭意検討を進めておるところでございます。緑川君。まあ、その畜産農家についてはやはりこの規模拡大ということがこれ言われてきましたけれども、まあ、大臣が報道でですねこうコメントされるようなときに現状維持も十分攻めていると、やはり畜産農家についてはですね特にこういう状況が言えるんじゃないかというふうに思います。で、肥育農家がこれ経営難にやはり陥ることが大変心配される中でもですね、繁殖農家も今後ですね同じように見ていったときに、まあ、自分の店を持っているような 大手のこの牧場だとしたらまた価格は据え置く可能性ももちろんあるんですが、そうじゃない中小規模、規模の小さい繁殖農家についてはこれはですね市場の状況に応じては元押しの価格を下げていかざるを得ないというふうに思います。で、そうなれば繁殖農家も食べていけなくなる事態もこれ考えられるわけですね。で、高齢化に伴ってそもそも繁殖農家の離農が、まあ、これ増えている。で、子牛の数が減っていることが近年枝肉の価格が高止まりをしていた。で、これ一つの要因になっていました。で、こうした状況を打開するためにですね、政府が今回この子牛の頭数を増やすための贈答の奨励金で、また畜産クラスターの規模要件を緩和すると、補正で措置したような追加策として、まあ、支援を行っていくと、これは進めていくことはやぶさかではないですし、必要なことであると思うんですけれども、この牛肉のまあ、30万トンにですね、2035年度までにこの生産を増やしていくと。で、頭数を増やしたときにですね、で、今の私が話した話を逆に言えば、子牛の生産が増えることになればですね、枝肉の価格はこれ高止まりが解消されると。で、そういう目的でそういう政府の方針であったと思います。で、それをすればですね、枝肉の価格が今度下がる傾向になっていくということを、まあ、これ政府は見込んでいるということでよろしいでしょうか。江藤大臣。いや、決してそういうことではないんですよ。今和牛の国内の生産能力は年間14万9千トンしかございません。国産牛で33万トンという限界がございます。そして今回アメリカとの経済連携協定によってですね、6万5千5トンの低関税枠も開く。で、ヨーロッパにも出せる。で、中国もですね、今新型コロナで若干その停滞気味にはなっておりますが、年間100万トン以上の牛肉を輸入する、もう輸入大国となってございます。そして現在の中国の方ともですね、私中国の、駐日大使とも大変仲良くさせていただいているんでですね、お話をさせていただきますが、もう大変な人気で、まあ、直接買えないんでですね、第三国を経由して和牛が中国に買われている。そして彼らはですね、大変高い値段でないと逆に本物じゃないというぐらいのですね、購買意欲が高い。それでこの間もですね、別件ではありましたけれども、農林水産省の事務次官を中国に派遣をいたしました。そうしましたらですね、次官のところにですね、ぜひともその和牛を扱わせてくれと、人によっては私のところで一定に扱わせてくれないかと、私のところのスーパーマーケットは中国全土に何件あって、一日どれぐらいの取引があって、これぐらいの量だったら簡単に売れるんだと、まあ、すごい話をたくさん聞いてきてですね、ですから中国のマーケットなんかも大きいと思います。ですからその和牛の繁殖とですね、それから肥育というのはですね、常にコンビでなければならないんです。今先生がご指摘されましたようにですね、80万で買ったものがですね、今ちょうど枝肉になってですね、市場価格がこれだけ下がるとですね、本当に苦しいんですよ。しかしこの20ヶ月肥育しなければならないというのは、これも和牛の世界の宿命のようなものでありまして、そのリスクを背負ってやっぱり営農されている。だから我々は給料補填というところまで補填の水準を上げたわけでございます。そしてですね、私は子牛の値段が80万よりも70万のいいとは言いません。80万でも、ね、利益が出るような枝肉価格であったらいいと思います。そして本当にですね、14万9千トンのうちの半分でも海外に出るようになったときにはですね、いかに国内の消費が低迷しているとはいえどもですね、これは枝肉の値段は当然ベクトルは上に向くのだろうというふうに思います。ですからその悲観的に考えればいろんなシミュレーションはできますけれども、しかし決してですね、楽観的に見てるんじゃなくて、
やはり出口政策というものを考えることはですね、今後の農林水産政策においてはとても大事なことですから、生産された牛肉が海外も含めてさまざまなマーケットにアクセスして正当な評価を得られる、そういう姿を描いているわけでございます。緑川君。今回のですね、やはり措置、補正の措置によって、贈答のこの奨励金でもって繁殖農家の子牛生産をですね、応援をして、生産がこれ進み始めていたとしてもですね、この10年で、過去10年で倍以上に跳ね上がったっていうこの子牛の価格自体をすぐに下げていくということは、やはりなかなかできないのかなというふうに思います。で、2035年というふうに長期的にはですね、この子牛の価格に枝肉の相場が大きくこの開いているような状況はですね、解消される可能性ももちろん長期的に見ればありますけれども、やはり大臣もおっしゃっていただいたようにですね、今目の前でこの事業を畳むことになりかねないこの状況に対して、そこまで来ていることに対してですね、今のこの価格の動向も注視も含めてですね、政府の本当にこの現場に即した対応をしっかり求めてまいりたいというふうに考えております。ちょっと時間が来てしまっておりますので、馬術のまた質問移りたいというふうに思いますけれども、これも新型コロナウイルス関連の話です。で、中国の有識者の団体によればですね、中国のこの武漢市で発生した新型コロナウイルスのこの肺炎というのは、食用として売られていたアナグマ、あるいは竹ネズミなどのこの野生動物が感染源になった可能性が高いと言われています。で、一方でこの国内でもアナグマはこれ存在をしています。本州、四国、九州の広い範囲でこれ生息をしていますけれども、これ最近ではですね、獣害対策も兼ねてこの野生動物のこのジビエ料理の食材としてこれ人気を集めているということです。で、このアナグマの生肉販売を手掛けている会社では、この過去に取り扱った食肉が感染症を媒介したというケースはないと言われていますけれども、専門家ですね、感染症の研究者からは、野生動物はやはり人にはない病原体を持っている場合があるという指摘もこれあります。で、国内でありますけれども、大臣、アナグマのジビエに対する認識、どのようにお持ちでいらっしゃいますでしょうか。大臣。ジビエの活用ということがですね、大きな課題になっておりますが、アナグマも一部ですね、委員がご指摘されたように活用、私は実は食べたことがないんですけれども、あります。年間にですね、平成30年度の数字でありますが、1.8 トンということになっております。全体のジビエの流通量の中の 0.1% という量であります。しかし、そういうご指摘がですね、有識者からあったということは承知をしております。厚生労働省がですね、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針、このガイドラインを出してございますけれども、この場合はですね、調理時に十分な加熱をして利用することとされております。これによりますとですね、加熱に75度、1分以上、またはそれ同等以上のですね、加熱をすることということになっておりますので、アナグマに関しましてもですね、他の動物につきましてもですね、このガイドに基づいたジビエ利用をしていただければですね、いいのではないかということで、我々としても周知を図っていきたいと考えております。以上。緑川君。その国内でこれアナグマに限らずですね、このそれ以外の野生動物、イノシシ、シカ、こうした野生動物は中山間地域で農業、林業の担い手が減っている中で、耕作放棄も増えて、で、手入れされない山林もこれ増えている中で、イノシシ、シカが増えて、秋田では特にですね、クマの出没もこれ急増しています。で、その対策はもちろんゾーニングなどの対策も重要なんですけれども、この野生動物が田畑を荒らして農作物を食べてしまうという深刻なこの被害、その対策、有効なこのジビエの活用ということが一つ大事であります。で、野生の肉の多くは脂肪分が少ない、で、身が引き締まっている、高タンパクで、栄養価も高いと、で、ヘルシーであることは魅力なんですけれども、で、この環境保全を高めていきながらですね、捕獲をしたこの鳥獣の肉をですね、有効活用する取り組みであります。で、この取り組みに対してですね、ジビエに対して厚労省はガイドラインにのっとってですね、衛生管理をこれ促していますけれども、小さな飲食店、あるいは個人が提供するような、
まあ、地域で集いがあればですね、まあ、ジビエを提供するようなところもあるんですけれども、そうしたジビエ料理、まあ、衛生管理、殺菌の消毒が、まあ、徹底されているかどうかというところ、やはりこれ考えなきゃならないところも当然あるというふうに思います。で、一方でですね、まあ、今回新型コロナウイルスの感染拡大のこの感染源であった、まあ、アナグマ、タケネズミ、あるいはこの豚熱の感染源と見られた、まあ、CSF ですね、野生イノシシで、国の内外で今この野生動物に対する見方がこれ変わってきている部分があると思います。で、確かなこの安全性がやはりこれ求められている局面だと思います。で、他の食材についてちょっと調べますと、例えば猛毒のあるフグの調理には、まあ、フグの調理師免許があります。で、豚や牛などの家畜や鶏などを食肉にする場合には屠畜情報、また食調処理の事業の規制および食調検査に関する法律が適用されます。で、しかしですね、このジビエ、野生動物の取り扱いについてはこれ必要な免許制度というものはありません。で、今言ったような法律の適用もこれない、対象ではない。衛生面のこの安全性をどのように担保するのかということについて、今の政府の認識と今後の対応をどのようにお考えでしょうか。浅沼食品安全審議官。お答えいたします。食用に供する野生鳥獣肉につきましては、まあ、業として、処理、加工、調理、販売等を行う場合には、まず食品衛生法、これに基づきまして、都道府県等の許可を受けた施設において、衛生管理基準を遵守して行う必要があります。まあ、その上で、野生鳥獣肉の安全性を確保するために、先ほど農林大臣からも、のご答弁にもございました、野生鳥獣肉の衛生管理に関するガイドライン、これを平成26年に策定し、都道府県等を通じて関係事業者への監視指導を行っているところでございます。厚生労働省等にといたしましても、定期的な調査を通じまして、このガイドラインの遵守の推進を図っておるところでございます。また野生鳥獣の病原体保有状況の調査も等によって、安全性に関する情報の収集、提供等を引き続き実施していくこととしております。緑川君。まあ、国内のジビエで、まあ、感染源が見つかったというこの深刻なケースというのは未だ報告はないというふうに思いますけれども、国がですね、今これ、大臣の昨日の所信でもおっしゃっていただいたようにジビエに対する支援というものを明確におっしゃっていらっしゃいます。で、枠組みですね、この法的な枠組みを、まあ、しっかり作っていくというのは、これただですね、ジビエを規制するということではなしに国が責任を持つということであります。で、この猟で仕留めた野生動物を、まあ、地域で振る舞われることも含めて、まあ、生肉のこの、まあ、食べる飲食は絶対避けてですね、しっかりと加熱をする、そして病気に対する抵抗力が弱い小さな子どもには食べさせない、これは個人でジビエを楽しむ際にもこれは、まあ、鉄則であると思いますし、まあ、これをですね、やはりルール化していく必要があるというふうに私は思います。で、今農水省の調査ではおととしですね、2018年度の全国で食用としてジビエを利用している量は1500トンで、2016年4年前の 1.4 倍にこれ増えています。で、この加工施設も633、どんどん増えているわけですね。で、この増えているからこそ今後のリスクに対してもしっかりと対処していく必要があるというふうに思います。で、法的な根拠を持って野生動物の肉は飲食店が厳格な衛生管理の下で処理をして提供すること、こうした状況でも懸命にですね、このジビエを扱う店では風評被害にもこれ対応していかなければならない、こうした状況に対する改善にもつながっていくというふうに思います。大臣、今のちょっとやり取りも含めてですね、一言だけ、対応についてご認識も伺えればと思います。江藤大臣。先ほどの参考人の方から一部述べさせていただきましたが、厚生労働省によるですね、ガイドラインがございます。これに基づいてですね、まあ、講習会とか、いろんなことをやって、農林水産省としてもですね、その講習会の参加費用なんかについても支援を行っているところでございます。さらにはですね、ガイドラインに基づいて衛生管理はもとより
流通規格の遵守などを適切に行う食肉処理場を認証する制度、国産ジビエ認証制度を平成30年5月から運用しておりまして、現在12の施設が認証されております。これは一応これを取ればですね、非常に社会的な信用もですね、評価も高いということがありますが、こういった取り組みをですね、しっかり進めて安全なジビエの普及に努めてまいりたいと考えております。緑川君。やはり今のこの野生動物に対するこの認識がやはり変化しつつあるような局面だというふうに思います。政府としてのやはりこの責任ある対応、また私からも問題があればですね、提起をしたいと思いますので、しっかりと受け止めをいただければというふうに思います。新型コロナウイルスのこの感染拡大も含めてですね、この現場の農家では今後のですね、生産物に対する減収も含めて、国内農業に対してさまざまな形でこれから影響が長期化することが予想されます。で、豪雨災害なども相次ぐ中で、被災された農家は、大臣、今日のお話もありましたけれども、収入保険制度を知らない農家が、被災地では多くいらっしゃったというお話がありました。で、報道でも水稲共済、あるいは収入保険にも加入していない水田が全国で2割近くあったということであります。で、この水田共済は、一定面積以上の耕作農家に加入を義務付けていますけれども、昨年度の米からは任意加入になりました。で、加入面積がやはりこれ、義務から考えればどんどん減っている状況であります。で、新たな加入の受け皿として、昨年から始まったのが収入保険制度、1年余りが過ぎましたが、その移行もやはり進んでいない状況です。で、こうした無保険では、やはり減収に耐えられない、離農に追い込まれる恐れもこれ、あります。農業共済関係者は、これ、一層のですね、加入を進める農家には、何らかの制度への加入がやはりこれ、求められていると思います。これ現在ですね、この収入保険制度に加入している形態の数、直近で教えていただきたいのと、今後の制度加入促進に対する対応を伺いたいと思います。横山経営局長。収入保険の加入状況ということでのご質問でございます。昨年が1年目ということでございます。昨年においては全国で2万3000経営体の方々が加入をされているということでございます。それではこれをこれからいかに拡大するのかという点でございます。まず1点、推進体制の点がございます。現在収入保険の加入推進につきましては、実施主体であります全国の連合会、農業共済の連合会が業務委託先であります地域の農業共済組合と連携して取り組んでいるという状況にございます。この点につきまして、仕組みの周知が不十分じゃないか、農協、JA 等と連携すべきではないかという声も伺ってございます。このため今後は現場におきまして、農業共済組合と農協、集荷業者、農業会議、法人協会といった関係の機関がですね、推進体制を構築して、これまでアプローチが不十分だった農業者の方々も含めまして、幅広い農業者に対して加入推進に取り組んでいただくということにしてございます。またそれに対応する予算につきましても、現在ご審議いただいてます令和2年度予算において、収入保険の加入推進の取り組みを推進する事業を盛り込んでいるところでございます。令和元年の加入者への保険金の支払いはこれからが本番ということになります。保険金の支払い事例など加入者の事例も紹介しながら、より多くの農業者の方々が収入保険を利用し、あらゆるリスクに備えていただけるように取り組んでまいりたいと思います。緑川君。地元のですね、私秋田ですけれども、農災の関係者にもお話をこれ聞かせていただきますと、やはりこれ加入率については大変これ頭を抱えている状況であります。で、一方でですね、この秋田の農業生産額、これちょっと見ますと、例えば秋田では、直近でですね、おととしまでは、この4年連続の増加になっています。直近のデータです。で、生産額の伸び率は、実は全国で3番目になりました。で、この東北一の米どころとして知られてきた一方でですね、今は野菜とか園芸、また畜産などと組み合わせた複合型のこの生産構造の転換、非常にこれ、頑張っています。で、野菜とか畜産、米以外のこの合計はですね、過去20年間ではこれ、最高額800
7億円を記録しています。でこれはですね、やはりひとえに、これもちろん農業関係者のトータルの努力あるんですけれども、やはり一番は個々の農家の地道な努力の成果であるというふうに思います。でだからこそですね、この収入減対策というのがなお重要になってきていると思います。で一方のこの収入減少対策は本当に多岐にわたっている。奈良市は標準的収入額を下回った場合に差額の9割を、まあ、補填するこの奈良市、また野菜価格安定制度は、産地を対象にして、差額野菜の平均販売額が保証基準価格を下回った場合に差額の9割を支払う。で収入保険は収入が基準収入の9割を下回った場合に下回った額の9割を補填すると。これはですね、やはりこれ聞いていただくと分かるように非常にさまざまな選択がある。で農家の負担も違う中で、やはりこの選択に迷う部分と、そして周知も届いていない部分があると思います。で農水省ではこれ食料農業農村基本計画の今回の見直しにもなりますが、骨子見させていただきました。で農業の持続的な発展に関する施策の中に農業経営の安定化に向けた取り組みという中で、この収入保険制度が自然災害等のリスクへの対応、また関連施策全体の検証を行って総合的かつ効果的なセーフティーネット対策の在り方としてこの位置づけていく方針であるというふうに書かれております。でこの再来年のですね、収入保険制度の見直しに向けて、このセーフティーネットとなりうる米やこの畑作に対する収入減少対策、野菜価格安定制度、また収穫共済などをこれ一本化していくということも視野に入れている今の検討状況、そして分かりやすい形でですね、やはり農家さん、現場農家にまとめてお示しをするということが加入率を高めることにつながるというふうに考えておりますけれども、このあたりお考えいかがでしょうか。大臣。基本的に委員のご指摘は当たっていると思います。まあ、米の慣らしは残っておりますしですね、それから野菜価格の安定制度についてはですね、指定野菜でなければならないということもありますけれども、これについては一部からですね、まあ、収入保険にまあ、丸めた方がいいんじゃないかというご意見も出ていることは私も承知しております。しかしこれはですね、野菜価格安定だけではなくてですね、出荷調整とかですね、そういったものの機能も合わせて持っているということもあってですね、生産調整的な機能を持っているということであってですね、これについてもしっかりとした検討を行った上でやらなければならないというふうに思っています。で収入保険についてもですね、私のところも昨年竜巻が来ましてですね、私の友人もだいぶハウスをやられたりしたんですけれども、本当にこちらの農家は収入保険共済も入っている、ハウスもですね、こちらはハウス共済は入ってたけど収入保険は入ってない、入ってなかった農家の担い手はですね、入ってきゃよかったと本当に保存を噛んでおられました。私のまあもう古い友達なんですけれども、ですから我々が先ほどから申し上げておるようにですね、この制度についてですね、なかなかきちっとしたご説明ができなかった。私大臣に就任してからですね、この広報用のビラについてもね、多分2回か3回修正を出してですね、こんなんじゃわからんだろうと、もっと簡潔に、分かるように作り直せということで何度もですね、ビラの作り直しともさせていただきました。しかしそれでもですね、例えば県の担当者の方もよく分かっていただけてなかったり、まあ、市町村の担当者も分かっていただけてなかったり、JA の方にも十分なご説明が行き届いてなかったり、いろんな反省点が山ほどございます。まあ、我々はですね、いいものを作ったから普及するだろうというですね、なんか勝手にいい気持ちになっちゃうところあるのかもしれません。だけど使っていただかなければですね、これ全く意味がないんでですね、さらに申し上げればその保険料の安いタイプもですね、ご批判をいただいた点もあったもんですから、さらに作らせていただきました。この内容をしっかり読んでいただければですね、共済よりもですね、こちらの方が有効だ、先生おっしゃったように、いろんな秋田でもですね、いろんな品目について多角的な経営をやるということであればですね、この品目でドカンとやられてもですね、農家全体の収入に対して補填をするというこの仕組みはですね、非常に有効にワークすると思いますので、ぜひ周知にも努力をしていきたいと、そのための予算も確保しているところでございます。緑川君。やはり今保険からですね、今無保険と言われている農家さんの中には、この家族経営、また中小農家、なかなかこの被災された方で入っていなかったという後悔がある方がいらっしゃるということであります。で基本計画の見直しでは、この合わせてですね、
家族経営、中小農家に対する生産基盤の強化をすることも打ち出していらっしゃるわけです。ですみません、最後に伺いたいというふうに思っているんですけれども、この収入保険制度のハードルの一つというのは、青色申告がこれ、必要になっております。で、この加入するにあたってですね、青色申告には簡易簿記とまた正式な簿記、これ2つのタイプでどちらかで申告をすることができるんですけれども、この青色申告の簡易簿記の場合ですと、10万円のこの控除が適用されることになります。で、この簡易な簿記というのは、白色申告で申告した場合もこれ、簡易な簿記で申告するわけですので、手続き的にはこれ、同じになっております。このあたりのやはり周知が足りていないことで、白色申告のままの方がまだ青色に入っていない方いらっしゃると思います。そして合わせてお伺いをしたいと思いますけれども、特別控除というものが今65万円、青色申告、正式な簿記で申告をした場合に控除されます。しかし、この電子化、確定申告が電子化した今年からは55万円の特別控除になりました。これインセンティブが、基礎控除が10万円引き上げになったとしても、なかなかこのインセンティブがつきにくくなっているところもあると思います。この正式簿記 による申告もこれ促していくことも、この経営基盤をですね、若手の農家を含めて経営基盤の安定を図る上では必要であると思いますけれども、最後にこの収入保険制度の青色申告へのこの制度の拡充についてお伺いしたいと思います。江藤大臣。なかなか幅広なご質問いただいたんですね、短い時間でお答えするのはちょっと難しいんですけれども、青信についてはですね、党の中で、我が党の中で議論する段階においてもですね、白でもいいんじゃないかという議論は十分にありました。しかし、納税者の方々のですね、ご理解をいただかないとですね、制度は成り立ちません。やはりですね、農家の所得がですね、しっかり把握されている、そしてですね、帳簿がですね、しっかりと管理されていてですね、それに基づいて、せっかくきっちりと税務申告をしていただいている、そのことによって、正確性とか正確性が担保されてですね、それをもとに収入保険が運用されるということでありますから、制度の根幹に関わるところなので、この青信のことについてはですね、ご理解いただきたいと思います。この特別控除につきましてはですね、確かに65万から55万ということでですね、電子帳簿等の保存とかいろんなことがありますけれども、最終的にはですね、令和2年以降の所得税について適用されてですね、現行から改正されて、令和2年にはですね、青色申告控除分がですね、113万円とトータルではなる、基礎控除と合わせるとそういうふうになるということでありますので、しっかりとご説明すればご理解いただけるのではないかと思っております。緑川君。もう質問をいたしませんけれども、やはり各種の交付金を受けるこれ条件にもなっておりますし、やはりこの規模を広げていきたい、あるいは現状維持でも奮起をしていきたい農家に対して、やはりこの国の仕組みからですね、支えていくことが必要であるというふうに思います。制度の改正についてはまた改めて議論をさせていただきます。ありがとうございました。次に。